ローマ。ローマは、イタリアの首都。欧州有数の世界都市であり、ラツヨ州の州と、ローマ県のコミューネの一つで、ローマ県の県都でもある。英語とフランス語の表記は、ロメ。イタリアの首都で、政治、経済、文化の中心地である。当時に囲まれるように、ローマ教皇の居住するバチカン市国があり、そこは、 全世界のカトリック教徒にとっての中心地で、現在は外国であるが、歴史、宗教、文化的には、ローマ市地域と密接な関わりがある。そして昔のローマの大国さを表した、ローマは1日にしてならずということわざもある。また、領土を持たない、マルタ騎士団の本部、マルタ宮殿がコンドッティ通り68にあり、違い方権が認められている。 2014年現在の人口は約286万人で、イタリアで最も人口が多い都市である。2010年の都市的地域の人口では271万人であり、世界128位である。かつてのローマ帝国の首都であったため、西洋文明圏を代表する都市の一つであり、カトリック教会の中枢であり、そしてまたその美しさから永遠の都と称される。 2014年、アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第32位の都市と評価されており、イタリアの都市では第1位であった。観光都市としての側面もあり、2012年には780万人の観光客が訪れた。後日の観光、聖地としても参照。 ローマ市の縦型の紋章に書いてある SPQR の文字はラテン語で元老院とローマの市民の略称でローマ帝国時代には領域内のあらゆる地で公共物に刻んだ今でもローマ市内に残るローマ帝国時代の遺跡や当時の建造物のほか現在のローマ市の縦型の紋章に使用されていることからローマ市内を走るバスやタクシー マンホールの蓋にも紋章が入れられている。テレニア海に注ぐテベレ川川口から2 5トルほど遡った位置にあるイタリアの首都でラツヨ州の州都であり、ローマ県の県と。伝説によれば、ローマは紀元前753年、テベレ川東岸のローマの7級の一つ、パラティーノの丘に建設されたという。七級とは、パラティーノ、アベンティーノ、カピトリーノ、 クイリナーレ、ビミナーレ、エスクイリーのジェリオの丘を指していた。しかし考古学的には、紀元前1000年にはすでに人が定住していたことが証明されいる。歴史的に由緒のある地区は意外に狭く、そのほとんどがテベレ川東岸にある。ローマの過去の栄光を示す記念建造物の大部分はこの地区にある。隣接するコムーネ及びそれに相当する区域は以下の通り、 伝説によれば、ローマは、紀元前753年4月21日に、ギリシャ神話の英雄、アイネイアスの子孫である、双子のロームルスとレムスにより建てられた。ロームルスは、レムスとローマを築く場所について争い、レムスを殺した。その後、ロームルスは7代続く王政ローマの初代の王となり、また、ローマの使命のもととなったとされる。考古学的には、この地に、 人々が居住したのはもっと早く、ローマの起源は紀元前8世紀もしくは9世紀頃、北方からイタリア半島に移動してきた民族がテベレ川下畔に定住したことに逆の母と考えられている。工場的に人が住むようになったのはこの頃らしく紀元前8世紀に始まる鉄器時代の遺跡はパラティーノの丘で発見された。 他にもエスクイリーノの丘やクイリナーレの丘にも集落があったものと思われる。当時のローマは、低地は湿地帯で居住に向かず、丘の上に縦穴式木造家屋を建てて住む、数千人の人々が小麦を栽培し生活していた。紀元前7世紀頃には都市国家としての整備が進んだ。パラティーノの丘とカンピドリオの丘の間に排水路が設けられ、 湿地を乾燥させた場所には公共の施設ホロロマーノが作られた。ここはローマの政治、経済の中心へと発展した。また、カンピドリオの丘にはユピテル神殿が建設された。これら土木、建築様式はエトルリアやキリシアの影響が見られ、それらの地から技術が導入されたと考えられる。王政ローマ期にあたる紀元前六世紀の王。 セルウィウス・トゥリウスの頃には、防衛の石垣セルウィウス城壁がローマを覆うように建設されたと伝わる。ただし考古学的調査ではこの城壁は、紀元前4世紀前半頃であり、史実的にガリア人がイタリア半島に進出した時期と重なるため、これらへの備えで作られたという説が有力である。共和制ローマ期には、イタリア南部をほぼ領土とし、 その首都としてますますローマは発展した。人口増加に対応して丘の下にまで広がった家屋は、電瓦製の壁を持つものとなり、道路の整備も進んだ。現代も残る大戦車競技場、チルコマッシモが建設されたのも、この頃と言われる。紀元前312年からは、ローマ街道の敷設が、また同じ頃から水需要の増加に対応する、ローマ道の建設が始まった。 ローマ帝国の首都となり、皇帝、アウグストゥスの時代には100万人が居住する、世界最大の都市となった。それに伴い、ホロロマーノが整備され、ローマは権力の中心としての都市開発が進展した。しかし皇帝ネロ統治時の64年に、地域の1、3を消失するローマ大化が発生した。これを機にネロは、乱雑な建物に規制を施し、区画整備を推進した。 こうしてローマは、整然とした街並みを手に入れた。そしてこの頃、ローマ帝国は、流星を極めた。皇帝ウェスパシアヌス在位のの69から79年には、火災復興事業が、盛んに行われ、5万人を、収容可能なコロッセオは、石灰石を用いた化粧が施され、剣闘士の戦いなどの催しが行われた。さらに石灰岩と火山灰を混ぜた、 ローマンコンクリートが発明され、パンテオンなど様々な建物が次々と建設され、ローマは大帝国の主婦にふさわしい都市となった。ここには皇帝が権威を示し民衆の支持を得るために都市建築を用いたことも影響している。この映画は皇帝ディオクレティアヌスが拠点をニコメディアに移すまで続いた。286年にディオクレティアヌスによって ローマ帝国の行政区画が東西に分けられた後は西ローマ帝国に属したが西ローマ皇帝は拠点をミラノやラベンナに置いたためローマの政治的重要性は大きく低下した5世紀には西モート人やバンダル人の略奪を受けて推微し476年に西ローマ皇帝の地位が消滅した後は東ローマ皇帝によってイタリア領主に任命されオドアケルや 東高等の支配下に入った。6世紀中頃、イタリアを統治していた東高等が、東ローマ帝国に滅ぼされ、ローマは再び、ローマ皇帝の支配下となった。だが、度重なる戦争で荒廃し、歴代の東ローマ皇帝は、ローマ維持には勤めたものの、重要視はしなかった。ローマを訪れた最後の東ローマ皇帝は663年の、 コンスタンス二世であるが、この人物以外に、ローマを訪れた東ローマ皇帝いない。この時期のローマは、宗教的にはともかく、政治的、軍事的には、ラベンナ総督府の影響下にあった。しかし、751年に、ランゴバルド族の攻撃により、ラベンナが陥落。ローマも脅かされることになる。ローマ教皇ステファヌス三世は、 競技問題で対立する東ローマ皇帝、コンスタンティノス五世で湧く、フランク族のピッピン三世に救援を求め、結果、東ローマ帝国から独立を果たす。この後は、シャルル・マーニュの寄進状に売れば800年に、カールにより、ローマ教皇に寄進されたとされるが、この文書は今日では、議書とする見解が優勢である。15世紀半ば以降、 ローマ教皇領の首都として栄え、ローマはルネサンス文化の中心地となった。教皇ニコラウス五世の時代には城壁の改修、宮殿の建設、教会の修復工事が行われた。主な芸術家や建築家はローマで活動するようになり、15世紀末にはローマはフィレンツェに代わってルネサンスの一大中心地となり、ミケランジェロ、ブラマンテ、ラファエロなどの芸術家が、 教皇のために仕事をした。しかし1527年、ハプスブルク家の傭兵軍による、いわゆる、ローマ合略によって、この都の世キルネサンスは終わりを告げた。なお、家屋が雑然と密集した、中世の都市形態が近代化され始めたのは、16世紀末の教皇シクストゥスゴセイの時代で、ポポロ広場から市の中心部に向かって三本の道路を開き、広場や泉を作り、 フェリックス水道を修復した。サンピエトロ大聖堂の丸屋根が完成したのも、この時代である。大閤改革期のローマを特徴づける、バロック様式は、17世紀の建築物に多く、見られる。ベルニーニやボロミーニのような彫刻家と建築家が、この時代に、ローマの外観を変えていった。18世紀のローマは、教皇の支配の下で、比較的穏やかな時代を迎えていた。 スペイン会談などに見られる18世紀前半のロココ様式の建物はやがて新古典主義の建物に変わった。1797年ナポレオン一世はローマを占領し多数の貴重な美術品を持ち去ったがウィーン会議の後ローマは再び強行領となった。ウィーン会議後のオーストリア帝国によるイタリア支配は独立達成に向けてイタリア人を奮起させたが援軍と仰いだ。 ナポレオン三世によるイタリア占領はイタリア人の反発を招き、1861年、イタリアの大部分はサボヤ家のもとで統一を果たしたリソルジュメント。教皇の本拠地だったローマは1870年、フランス軍の撤退後、1871年にイタリア王国にローマ教皇領が併合され、イタリアが統一され、ローマは フィレンツェに代わって統一イタリアの首都となった。その後1930年代には、ファシスト党の独裁者、ベニート・ムッソリーニが、ローマ郊外に、ローマ万国博覧会のための新都市、ユーロ、エウルを建設したが、ムッソリーニ主導による、第二次世界大戦へのイタリアの数字区国としての参戦により、ユーロの拡大は一時的に中止となった。第二次世界大戦後には、 航空機の発達により、日本をはじめとするアジアやアメリカなどのヨーロッパ圏外からも多数の観光客が訪れるようになった。1970年代はじめにミラノへ移るまではイタリアにおいてファッションの中心地であった。現在はパリやアテネなどと並び、ヨーロッパを代表する観光都市として親しまれている。また、イタリアの首都で政治や経済、 文化の中心地的存在であるとともに、カトリック教会の中枢でもあるほ、市内には国際機関や多国籍企業の本拠があり、イタリアを代表する大企業の本社や観光庁が立ち並ぶ世界的に重要な都市となっている。一方で公共サービスの停滞やインフラの老朽化が深刻になっている。ローマはイタリア全土にあるコムーネのうちの一つで都市規模 人口ともに最大である。市長及び市議会がコムーネを管理しており、ローマにおける歴史的な成長所在地であるカンピドリオに庁舎は設置されている。また、市庁舎の置かれる地名から、ローマ市政はカンピドリオと通例へ呼ばれる。行政区分では19のムニチーピオという地域に区分される。この区分は、 中心部への集中を分散化することを目的として創設され、各、ムニチーピオンは区長、及び5年おきに選挙で選出される4人の議員が運営する。この行政区分は、伝統的な非行政区域の境界線を超えることがある。この歴史的な区分、リオーネは22の区域に分割され、一部を除いて、アウレリアヌス城壁内の地域を指す。またローマは、郊外区域、 および十二の農業区域を公式に指定しているが、後者は開発の対象となりやすいのが実情である。ローマに初めて行政区を創設したのは、ローマ帝国初代皇帝アウグストスで、紀元前七年のことである。それまで、首都の境界線、ポメリウムの内外程度しか区分けがなかったものを、十四、の行政区に分割し行政上の責任を明確にしようとした。それぞれの国は、 任期1年の政務官、公民官、法務官と造営官が選出された。各区は、ウィックス、町に分割され、それぞれのウィックスには、解放奴隷階級の中より4名の町役人、ウィコマギステイルが選出され、主に治安と防火の責任を負った。記録によれば74年時点では、ローマ前市で265ウィックスあり、低成末期のディオクレティアヌステの時代には304。 いウィクスに増えていた。ムニチーピオは19の行政区に分けられる。リオーネは以下の22の行政区に分けられる。クアルティエーレは以下の35に分けられる。2008年におけるローマの都市 GDP は1440億ドルであり、世界第43位である。アメリカのダウ・ジョーンズらの2017年の調査によると、 世界74位の金融センターと評価されており、イタリアではミラノに次ぐ2位である。イタリアの首都であることから政治の中心地であるが、ローマの経済は基本的に行政と観光によっており、労働者の大半はこの分野と卸売小売業などのサービス業に従事している。ローマにはイタリアの大企業の本社や多国籍企業の本拠地、国営放送局、 RAI、大手新聞社などのマスコミの本社、在外交換が集中し、また国際連合食糧農業機関、FAO、国際農業開発基金、IFAD、国際連合世界食糧計画、WFP の本部が置かれている。市内には古代遺跡や美術館などが多く残り、世界各国から観光客が集まることから観光業界が重要な産業となっており、 特に、ベネト通りや、スペイン広場周辺には高級ホテルやレストラン、ブティックが立ち並び一年中にぎわいを見せている。郊外には独裁者ベニートム・ソリーニが作った、世界的に著名な映画撮影所、チネチタワーリ、フェデリコ・フェリーニ監督の、甘い生活や、インテルビスタなど、多数の名作が撮影され、 イタリアの映画産業のみならず、イタリアの近代文化にとっても重要な場所である。なお、フェリーニ監督は1971年に映画、ローマ、放題は、フェリーニのローマを撮っている。都市名だけがそのまま大となっている映画は珍しいが、他には、カサブランカ、シカゴなど、内容的にも、特にストーリーのない幻想的なローマで埋め尽くされており。 キネマ巡邦ベスト102位など名作映画として評価されている。ローマの7級とは、ローマの市街中心部からテベレ川東に位置する古代、ローマ時代の7つの丘のこと。ローマ市内には、キリスト教の聖地の一つ、バチカン市国があり、毎年多くの観光客や巡礼者が訪れる。特に、サンピエトロ広場は大規模なイベント時にも多くの信者を収容できるよう、最大で、 約30万人が一度に入れる敷地を持っている。ローマは1960年ローマオリンピック開催地で同年には第1回のパラリンピックが開催された。2009年の世界水泳選手権はこのローマで開催された。ローマで最も人気のあるスポーツはサッカーである。スタディオオリンピコディローマでは九百九十フィファワールドカップ決勝試合が行われ。 現在は、セリエ A 屈指の強豪エース、ローマや他にも SS ライオ、セリエ C1 のアトレティコローマの本拠地として使用されている。各チーム間には猛烈なライバル意識があり、ローマのスポーツ文化として定着している。AS ローマのフランチェスコトッティやダニエル・デロッシを、はじめとし、各チームでは有名選手が在籍、また有名選手が誕生しやすい傾向がある。 サッカー人気には遠く及ばないが、ラグビーも広く受け入れられてきている。スタディオフラミニオは、ラグビーイタリア代表の本拠地で、シックスネーションズでは2000年以来試合が行われている。しかしながらその成績は、決して優秀とは言えず、現在のところ優勝は一度もしていない。毎年5月、テニストーナメントの ATP マスターズ戦、ローママスターズが市内で行われている。 サイクリングは第二次世界大戦後に急速に人気を博し、1989年と2000年にジロリイタリアの最終部分が開催。しかし、サイクリング人気はここ10年で衰退してしまった。他にも、バスケットボールのパルダカネストロビルトゥスローマ、バレーボール、ハンドボール、水球のチームがローマを本拠地とする。ローマは1987年世界。 陸上競技選手権大会の開催地であり、スタディオオリンピコディローマが会場として使用された。イタリア陸上競技連盟会長のプリモネビオロにより1980年に創設で2010年以降は IAF ダイヤモンドリーグの1大会に加わった陸上競技会ゴールデンガラもスタディオオリンピコを会場として行われている。イタリア鉄道 トレニタリアトレンテイリアが市内と郊外を結ぶ、ローマ近郊鉄道、FL 線を8路線運行している。イタリア鉄道の路線網は、市内中心部のローマテイルミニ駅と、旧市街外周部のローマオスティエンセ駅など、複数駅の分散ターミナル方式である。また、アッテックも、都市鉄道を3路線運行し、オスティアなどの郊外との間を結んでいる。 市内の交通は、アッテックが運営する、ローマ地下鉄、トラム、バス網が中心である。他にもタクシーが安価な交通手段として、多用されている。なお、バスやトラムは信用乗車方式であるため、駅の券売機やキオスク等で事前に切符を購入しておく必要がある。長距離交通は、ローマテルミニ駅を発着する長距離列車のほか、時速300キロで運行されている。 ユーロスターイタリア、イエスやイタロなどの高速鉄道、航空便や高速道路を使用する長距離バスなどで結ばれている。日本を含む長距離国際線と EU 内国際線、国内線はフィウミチーノ空港、レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港を使用し、EU 内国際線と国内線は主にチャンピーの空港、ジョバン・マッティスタ・パスティーネ空港が使われる。フィウミチーノまでは テルミニ駅から直通列車リアナードエクスプレスが運行され所要時間は30分ほどである。日本への就航都市公式日本政府楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。